ののの競馬ナビゲータータ北沢ですす今回はラジオ日経賞の予想をしていいいきたいと思います非常に難解なレースなんですがいつも通り過去10年分のデータを見ていきましょうまず1点目2番人気が好調、えー、成績4114ということで、まあ、勝ち切るには2番人気狙い目ですねちなみに1番人気も復勝率は一緒なんですけど、えー、ただ1番人気なかなか勝ちきれないというところがポイントです 2点目、前奏 G 番組に注目。0、2、3、18と、まあ、まず、まずですね。えー、で、今年も、さキシ賞とか、オークスとか、えー、出ている馬、来ていますけども、まあ、惨敗からの一変に注意です。3点目、前走500万下組は、勝利が構想条件。過去、前走500万下を使っていて、3着以内に今回来た馬っていうのが、今回っていうか、あのー、本番ですね。 調べてみると、前走16から2000メートルで、なおかつ中2周から11周。この辺りが高走条件なので、それに合致する馬がいれば狙いたいところです。そして、次が、ハンデ、その他の傾向。まず1点目、54キロ。何と言っても、ハンデ54キロが、6、1、2、30ということで非常に強いです。2点目、サンデーサイエンス系の馬。 なんと過去10年の1着は全てサンデーサイレンス系となっております最後シンプルですが前走1着の間該当馬64226ということで強いですということで以上を踏まえて、えー、今回は穴馬3頭ということでですね上げていきたいと思います1等目インテンスライト前走4着というところで えー、まあちょっと勝ちきれなかったんですけども、まあ東京での上がり比べ、高速決着に適正の差が出たかなと読んでいます。2走前の中山芝1600メートルの勝ちっぷり良かったですし、八重山での勝利実績、そしてシンフラッシュに母父フレンチデピティということからも、道割に不安はないと思います。このレースは前走プリンシパルステークス組が22210、 ということで相性いいですし、馬券圏,圏内があってもいいと思います。2投目。マイネルサーパス。ここ2層惨敗でなかなか手が出にくい印象ですが、東京での高速決着対応に、えー、なかなかま向かなかったというか、対応できなかったと思います。まして、前走は日本ダービーで、えー、非常に早い強化のタイムだったので、参考外として判断したいと思います。 何より、2歳児にはあのダノンチェイサーに勝利した経験もありますし、1800メートル3戦2勝、3着1回と得意です。そして、なんと言っても、2歳児、あの朝日杯で5番人気になった馬ですね、G1 で。それだけ当時注目していた、注目されていた馬なので、えー、この適性がある舞台なら復活あってもいいと思います。最後3投目。アドマイヤースコール。 前走万害な結果でしたが、いつもより前に行き過ぎて若干馬が戸惑っていたかなと思います。距離かやや尾も適正かはっきりしない部分あるんですけど、母の父、カーリアンということで、決闘的には道悪こなせると思います。このレース、母父、欧州型農産段差系、非常に穴を囲出していることもあるので、その点でも注意したいところですね。 2歳児には強敵相手のトースポハイ2歳ステークスで1着から0.6秒差え。そんなに能力差ないと思いますし、今回開幕手です。8枠。不利だと言われそうなんですけど、実はこのラジオ日経書に限っては過去10年、8枠は副賞率26%で、枠順別で見ても第2位の好成績なので、そこまで気にしなくていいと思います。ということで、まとめ、注目場。2位なら16。 をととして今回は買いたいと思いた思ます大混戦で非常に難解なレースですね。軸馬の剪定が難しいと思うんですが、ちょっと日曜日まで考えて、えー、なんとか取れる馬券を買いたいなと思っています。三連服買うなら手広力流す、流すべきだと思うので、三連系買う方は、まあそうですね、思い切って流すのも手かなと思います。 では今回はラジオ日経賞の予想をしてきました。ちょっとですね、今週はなんとか1等だけでもマナーマなので、えー、複数と来ることは難しいかもしれませんが、1等でもちょっと来てくれることを信じて買っていきたいと思います。もし今週も3等とも1頭も3着以内来なければ、ちょっとですね、来週から思い切って動画内容変えるというか、推奨形式変えたいと思いますので、えー 僕は信じてレースを見てみたいと思います。今回も動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。よかったらグッド評価とチャンネル登録お願いします。ではまた。